さあ、最後の場所、谷でのね、古竜の痕跡探しが終了しました。またまた生態研究所の所長に報告だ。一体何なんだろうね。まあ、クシャルダオラテオという流れで来てるから、おそらく俺はあいつだなとは思うんですけど。え？何これ？バルハズク？ハザク？聞いたことねえ。え、大名槌ちゃうんかい？俺的にそれかと思ったんだけどね。知らんモンスターだぞ。ここに来て新モンスターかい。正気を発生させているってなったら相当面倒いモンスターなんじゃないのこれね。大名槌さんは俺はそれを予想してたんだけどね、ちょっとようわからんモンスターが来ちゃいましたね。まあ、3期の団長のちょっと話聞きに行きましょうよ。どうも。それじゃ。一人でやれっていうの？そんな生還できないでしょうに。自ら正気をまとう。一体どんな古竜なんでしょう。行かなきゃダメそれ。さあ、今までの古竜クエストは全部ね、竜結晶の地で行われてたんですけど、このクエストはね、正気の谷で行われるクエストで、バルーハザクという、ちょっと見たことも聞いたこともない、新モンスターの古竜との対決になるというわけでね。難しいですけど、やらなきゃダメなんでやりますよ。ちょっと新モンスターの戦いになるんでね、片手剣にしようかどうか迷ったんですけど、今回ハンマーで、ベネフロール。まあ、毒ですね。毒効くのかな？ちょっと、わかんないけどね、その辺。まあ、これでいきたいと思いますわ。クエスト準備整いました。出発、おしんこっここうだ。わお、第一印象、臭そう。あー、怖いね、何これ。何で喜んでんの、受付嬢は。これで調査ができますよ。いや、できますよじゃなくて、はい、もう帰っていいの、これで。いや、帰っちゃダメだよね、当然ね。頑張ってください、言うとるよ。何言うとんのや、この子はね。うわー、これ、ちょっと待って、正気のあれでダメージ受けるんじゃないの、近く寄るとね。じみじみ減っていってるけど。もう臭そうとかしかイメージがなんか印象がないそれ以外の感想湧いてこない。怖いなこれ。またよく動くモンスターだ。オッケー。毒とかあまり食らえそうもないけどね。しまった、バッテリーの充電がちょっとなくなりかけてんな。戦いの最中に切れんなよ。とりあえず乗りましょう。あら、乗れないな。わーお、何これ、打ち消しの実。いや持ってないけどそんなもんね。あ、体力が、あれマックスあったのなくなってるよ。減るのかこれ。嘘でしょ。わー、もう乗りましょう。飯食ってマックスにしてたのね。どういう効果よ。この体力だとちょっとやばいっすね。ただでさえダメージもかなり受けそうなのに、下手すら一発でいきますよ。
なんかあまりモンスターハンターのモンスター感あんまり全然ないわこいつね。これだから打ち消しの身で直さないとこの体力のまんまってことなの？それともずっとこのまんまなの？わかんねえ。とりあえず打ち消しの身持ってねえし、その辺ねえんで。なんでギルドがね準備していないのかわかんないけどね。とりあえず頭殴るだけ。これ確実にこいつ毒にならないでしょ。ねえ、こいつが毒みたいな感じだもんね。うーわ、だとしたら毒のハンマーできたん完全失敗だよこれ。わーわーわー、猫さん助けて。やりたくないこのモンスターと。ああ、体力元戻ったね。やっぱそういうことだね。あいつの効果だったんだ。打ち消しの実を使えばすぐにね元通りになるのかもしれないが、そもそも何ブレスかなんか当たったってことなのか今俺。あ、でも毒になってる。ダメージ受けてるじゃないですか、10ずつね。よかったよかった、なってくれるんだね。それは助かりましたわ。なんかあまり交流感もなければ、ほんとモンスターハンターのモンスター感もないからね、いろいろと戸惑いしかないけどね。てかお前、これなんか3のエリア広がってね。なんでこの辺にも3広がってるんだ。あいつが出したものかな。てかどっか行ったんですけど、あいつどこどこどこ。あ、下から出てくるパターンかこれ。急にニョキってね、怖えよ。帰りてえよ。でも帰っちゃダメなんだよね。いろいろとブレスで、あー、このブレスでなんか破壊して3のエリアを広げてんのか。鬱陶しいな。行けるとこ限られてるじゃないですか。結構3ね、すごい勢いでダメージ減っていきますし。あー、もうあかん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 。でちょっと動きのモーションとかもようわからんな。初見モンスターだったら片手剣で来ればよかったな。あ、もう回ってる回ってる。ほんで殴ります。毒にもなるっていうのは分かったんで、それはいいんだけどね。これで毒にならなかったら本当無理だよ今回のクエスト。一回全部やり直すのが正解だったね。これまあド派手な攻撃はそんなない感じかな、あまりね見てる感じ。テオとかね、かなりド派手なバーニング攻撃ありましたけど、あれと比べたらかなり地味だよ。見た目もそうだけど。あ、逃げていってるね。いやー、これはちょっと相当厄介な相手っすね。打ち消しの実とかもちゃんと準備してこればよかったな、こんなことなら。なん、もう、またこれ、最悪だよ。体力またこれになったじゃないですか。もうなんでギルド支給品に打ち消しの実を準備してねえのよ。こんなとこにあったわ。はい、はい、はい。早く、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 どこにある？よっしゃ。イエース、これで元通りだね。吐きまくりやんけ、正気ね。どぎたないモンスターやわ。やっぱ第一印象の臭そうは正解でしたね。ああ、今見ても臭そうだし、近づきたくないし。こんなもん一人で狩れっていうやつが一番の悪だ。間違いないね。受付嬢はやたらとテンション高いしね。意味がわかんねえ。高くなる理由ねえよ。あいつ現場来てねえから何でも言えるんだよ。ちょっとイラッとしてきたな。これまでそんなイラッとしてこなかったけどね。そう考えたら、あいつ何もしてねえな、そう考えたらね。全部俺じゃないか、頑張ってんの。一致団結してやってる感ゼロっす。でも今までそれでやってきたからね、頑張るっす。センキュー猫、ありがとう。お前だけは唯一の味方だよ俺のね。頼もしいわ。さ、今回ちょっととどめは刺すなよ。クシャルダウラの時とどめ奪われたからね、勘弁してくれよ。あの時の再現はなしだ。こいつは初見なんだからきっちり俺が狩るよ。なんかようわからんけど、もうひたすら攻撃するしかないんでね、今やるよ。なんとなくここまで来れてるけどね、なんとなくな感じで。初見だからゴリゴリ押せてるってだけでね、本当の怖さ知っちゃうと押せなくなるからな。またこいつもなんか隠し持ってる可能性もあるしね、テオみたいに。あの一発必殺的なね。しまった、これ打ち消しの実がもうないよな。他のエリア探しに行くか。あったあった、
っぱその辺ありますからしっかりと持ってくることがね、まず最初にね、もう必要だとは思わなかったからさ。やばい、この体力あかん、この体力あかん。オーマイガー、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 ノー、あ、ノー、あ、ノー、ノー、生きてるだ、生きてる、生きてる、生きてる。ああ、死んでない、死んでない、死んでない。回復、回復、回復。あ、また逃げてるね。センキュー、ベストタイミングだね。次はエリア12か。まあ、当然ですけどね、この、正気の谷の、なんていうのかな、そこから、出るわけないと思うんでね。ずっとこの、こういうね、山だったり、谷底での対決になるでしょうね。かなりね、地形からして、プレイヤー的にはやりづらいステージなんでね。まあ、モンスターの強さもありますけども、地形のやりづらさもあるよね。ここのステージの場合は。たまたまたま痛恨の一撃ドカンといっちゃってどうぞイエーイオッケーさあ頭だ頭でもそんな頭食らわないね頭が一番食らわなくないダメージそんな通ってないね数字的にお腹の方が通ってるおいで、もうド派手に逃げるね。すごいスピード。あいつ逃げる時のスピード一番速いじゃねえか。あのスピードで常に戦ってたら、多分俺も差落ちしてるよ。ねえ。もう多分村に戻ってると思うんだ。うわー、で、ここ正気だらけのとこ行きやがったな。こんなんもこいつにとってね、一番いいステージじゃないですか。ほらね、うんこくせえし。勘弁してくれよ、こんなんあかんやん。ステージからしたらあかんわ。まあ、もうこっちもそれなりにダメージ与えてるからね。結構今、いい感じで。死にかけになってくれてたら助かる。おお、ひるんでる、ひるんでる。オッケー。ザコちょっと引き連れてるからね、この。そこはちょっと他の交流戦とは違うとこだよね。ザコ的なんてね、通常ならばいないんですけど、交流戦では。みんな逃げとくからね。わ、やばい、いつの間にか体力こんなことになってる。気づかなかった。いや知らぬ間にっていう展開が多いこいつはい猫も回復プリーズオーケーありがとういつも助かってるえなんかしてくるなんかしてくるんちゃうのこれあかんかんかん怖いわああ別のものしてこなかったなんかちょっと溜めてたからねあダウンしたかなイエースイエースイエース V 破壊したわどこか知らんけどねスタンスタンスタンこの勢いで取れろや足かなんか破壊したのかなこけたってほらあースタンは取れへんなほんでぶち切れるんか俺や切れたいのお前やめろ角にはめるのあーもう尻尾ねほんと尻尾尻尾尻尾その尻尾だけ尻尾とこのステージに苦しんでるお前自体にはそんな苦戦してねで打ち消しの実はないのでちょっとまあ、ここでの戦いもあれだしね、打ち消しの身探しにちょっと出るわ。まずしっかりと準備してくることだな。てか、後ろついてきてるじゃん。このステージで戦おうや。プレイヤーにとっても好都合だわ。ただ、あったあったあった、打ち消しの身。オッケーオッケーオッケー。どこだえ今あったよね ?What? あ、これだ。オッケーオッケーオッケー。イエーイ打ち消しの身も手に入れたし、こいつこっち来てくれるし。危ない危ない危ない。ブレス注意ね。あ、また V 破壊なんかいろいろとね、豪快にね。さあ、頭、頭、頭、と行きたいんだけど、弾き返される。オッケー、オッケー、オッケー。なんかいろいろと破壊しましたよ。
タンは取れた。よーし来たね。初スタンだ。オッケーオッケー。遅すぎるくらいだよ。いいぞ、完全こっちペースになってるね。これならばもう狩り終了の時間はすぐそこまで来てるんじゃないの。ああブチ切れたわ。全然そんなことないって感じ。あーなんで避けれた。神回避や。おいえー、よかった。避けた自分が驚いたやつだ。一番また逃げる。あーもう完全に走って逃げてますね。ピンピンって感じいつ行くのって感じ。おそらくこいつも死にかけになったらあの元の奥のエリア戻るからね。寝るのかどうか知らん。まあ寝てくれたら戦いの終わりはもうすぐそこまで来てるってやつです。今回もオータル爆弾 G はねちゃんと準備してますから、豪快にね手を倒した時のように吹き飛ばしましょうよ。いろいろ粉々になるんじゃないかな。せや、あれだね。あのカイアパートないね、そういや。このモンスターの場合。いや、今まであったんですけどね。なんか、ある程度ダメージ与えるとね。ってことは、まだまだダメージ与えれてねえってことか。大抵その会話があったね、何分後かには大体死にかけになったりしてたんですけど。今回、カイアパートがない。まあ、3機団のあれにボイスがついてないのかもしれないけど。いや、あったよな、確か。ボイス付きでしたよね。だとしたら会話パートがないとおかしいような気がするんだが、全然ダメージ与えれてないってことだね。マジか。結構与えてる自信あったんだけど。でまた逃げてる。えお前そこから行くってどういうこと。えそっちハンター行けないやん。えなんでハンター行けない方行くの。あーで結局この奥に行ったってことかな。その遠回りせんでもそっちがシンプルな走っていたら行けるのね。寝てる。いやー起きてるな。全然ピンピンだわ。マジか。個人的にはね、ちょっと他のコリューと比べて結構殴ってむしろダメージ結構与えてる自信があるんですけどね。テオとかクシャルダオラの時よりもね。ただこいつの体力は多いことなのかどうなのか知らんけどね。全然まだまだピンピンですから、まあ、こんな見た目のモンスターだしね、なんかちょっと不思議な感じですから。寝るのかどうか知らんけどね。もしかしたらコロッといくかもしれないね。おっ、行くとこだった今。チュ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 。こんな時にはドゥルルルーン隠れ身の衣装だ。え、バレてないよね。気づいてないよね。オッケーオッケーオッケー。攻撃だ。レッツゴーレッツゴー。あ、当たらない。不意打ち仕掛けたの一発も当たらない。ほんでまだ気づいてないよ。どういうことやねこれ。グダグダやんけ。ダメだ。ダウンしたかったの。猫ヘルプミー、その虫使えはよ。あっぶね。あーでまたあの正気当たったし、もう打ち消しのみねえぞ。また拾いに行かないと。どけ。あーもう死んだ。もう最悪だ、本当に鬱陶しい。なんだよこの雑魚どもね。お前も何のんびりしてんだよ、クソムカつくわ。打ち消しのみくらい拾いに行け。寝てるかな。チャンスじゃないこれだね。やっぱ寝てるってことはそういうことだ。言っても結構ダメージ与えたしな。オッケーオッケーオッケー。
なんかいろいろと出てますけどね。寝てる時も正気出るんだね。さあ、これで決着となればいいんだけど、全然やな、多分。はい、OK。行ってどうぞ。わあ、全然行ってない。まあ、でもあとちょっとなのは分かった。寝てるんだからね。ぶち込んでこれでセイエス終われグッバイ。あ、全然や、まだまだピンピンやね。もうマジか、いつなったら終わんだよ本当に。時間と俺のやる気だけがなくなっていく。あー、おっと、イエーイ。いや、何泣いてんのねえ。いや、泣きたいのこっちなんですけど。お手柄をとか言ってるけど、その通りだ。お前何もしてねえんだよ本当。せめて打ち消しの実集めるくらいしてくれや。さあ、とんでもなくめんどくさいモンスターでしたね。二度目はないです。こいつもね、あ、こいつはガチで言える。二度目はないなと。うん、行く必要ないもん、もうね。個人的に臭いし。とにかく臭いし。まずそこだね。行きたくない理由ね。臭い以外の感想が見当たらないので行きません。うん。で、もう敵だらけのギルドに帰りたくありません。あ、一人でやりたいわ、こんなことならね。一人で平穏に暮らした。こんなとこ、来る必要はない。一人だったらね。非常に厳しかった。まあでも、ね、テオとかそういうのと比べて一発がない分は、まあやりやすかったけどもね。クリア時間は36分ですね。あ、この3体の古竜の中で一番時間かかりました、やはりね。いいな、いいな、関わってない奴らお祭り騒ぎでね。トウも本人、お前全然そんな気分ちゃうぞ、お前。勝手に言ってどうぞ。おっとそんなこと言われたらもう行くしかないじゃん。もうちょっと待って、休みなしか、お前倒したとすぐ連れて行く。いや、なかなかないよ、こんなこき使われることもね。遅刻厳禁。遅刻厳禁じゃねえよ。なんだよこの国士はよ、お前見事だ。どうした？いや、それはブチ切れたよね。険しい顔もするわ、連続してクエストを行い言うんだから。わかった。一言も言ってね、ずっと黙ってたぜ。助けてほしかったんだよ。相棒、大団長からのクエストなんですけど、本当に行くんですか？行かねえよバカ野郎。行くわけねえだろ、ほんと疲れとんねん。こっちだってね、この祭りに参加させろ。主役の俺が一番参加できてねえっておかしいだろ。はい、じゃあ今回の動画はね、これにて終わりにしたいと思いますのでね、無事、3体の古竜討伐これで完了ということになりました。なかなか難しかったですけどもね、そしてまだどうやら何かがあるらしいので、次回の動画そちらの方プレイしていきたいと思いますのでね。ここまで見てくださった皆さんありがとうございました。グググググバイ、また会おう。